どうもゲームです。今回は AFC チャンピオンズリーグ決勝第2戦アルヒラル戦のマッチレビューをやっていきます。ちょっと決勝を終えて声がかすれてるんですけども、その点はご了承ください。3度目のアジア王者をつかむことができました。しかし簡単なことではありませんでした。アルヒラルはやはり強敵で、一歩間違えればどうなっていたかは分かりません。第1戦を経てアルヒラルが修正してきたこと、浦和が苦戦をした要因と、その中でも握った主導権、後半の選手交代の影響などを振り返っていきます。今回も戦術ボードを使って分かりやすくお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。浦和レッズサポーターでチャンネル登録がまだの方は登録も忘れずにお願いいたします。はい、今回の動画では3点お話しします。1つ目はアルヒラルが仕掛けた制圧と分断ということで、特に、ね、試合開始直後からアルヒラルが仕掛けてきた攻撃のところだったり守備のところを振り返っていきます。二つ目は浦和が示した適応力として、修正をかけてきたアルヒラルに対して、浦和がどう適応していったのかを振り返っていきます。三つ目は全員で勝ち取った勝利ということで、後半の流れですね、ここを主に追っていこうと思います。では早速やっていきましょう。はい、一つ目は、まず前半試合の入りからですね、アルヒラルが修正して仕掛けてきた点について見ていきます。まずアルヒラルはメンバーを変更してきました。第1戦から外国人選手をマレガからカリージョですね、こちらに変更して、怪我で離脱したアルファラジに代わって、オタイフも中盤に入りました。さらに左サイドにはアルハムダンが起用されて、まあ、アルヒラルの戦い慣れた 4-3-3 ですね、この布陣で入ってきました。まあ、対する浦和は変更なしというところで、この決勝のために固めてきた 4-4-2 ですね、こちらの布陣で臨みました。まず試合の振り返りに入る前に、この試合は風の影響がかなり大きくって、まあ、プレーや戦術のレベルまで影響したことは前提としてはあります。まあ、南から北ですね、中継の角度だと右から左に強風が吹いていて、例えばゴールキーパーからの長いボールとかハイボールは戻されるというような状況でした。そんなコンディションの中で試合は始まりましたが、率直に言ってアルヒラルは強かったですね。特に最初の20分から25分は完全にアルヒラルのゲームでした。レビューやプレビューでお伝えしていたように、第1戦では浦和のこの 4-4-2 の守備ですね、こちらのチェーンを切るというような攻撃ができずに、前からの追い込みにも捕まっていたのがアルヒラルなんですけども、この試合では違いました。アルヒラルは全体の配置を無駄なく調整して、例えば浦和の2トップの脇にプラス1を置いてそこから進んでいくとか、そういうようなビルドアップや攻撃の組み立てをするよりは、センターバック2枚に加えて中盤からボールをね、引き取りに下ろして数的優位を確保しつつ相手を押し込んでいくというような盤面を作りたがります。ファーストレグでは、カンノとアルファラジが最初の起点作りをしていたんですけど、浦和のね、守備の前に出口を作れず、まあ、サレム・アルドーサリが動き回って何とかするというような展開でした。一方で、今回の試合では役割を明確化してきましたね。オタイフとカリージョが組み立てを担って、カンノは浦和のミッドフィルダーのラインの背後に潜っていくというような分担でした。浦和としては、ファーストレグの再現を狙ったとは思うんですけども、今回は難しかったです。キーマンは因縁のカリージョでした。プレビューなどでもその球際の強さからブロック内とかでアプローチを受けてもボールを奪われず前に運んでいくということができるというふうにお伝えしていたんですけど、まさにそういうプレーが展開されたと思います。浦和としても27分20秒のシーンのように斜め後ろに人がいるというようなゾーンディフェンスを組みながら間に入ってきたボールをカットしてカウンターに出ていくということはしたかったんですけども、ボールを持っている選手がカリージョである場合は2人がかりでね、奪いに行っても奪えないというようなシーンが多く見られたと思います。また、オタイフに関しても、カンノやアルファラジより中盤の底ですね、こういったところでのゲームメイクに対しての適性があるので、この2人、オタイフとカリージョのゲームを作るところに手を焼いた格好です。なので、浦和としては2トップの追い込みに対してこの4人を確保されて、しかもゾーンで追い込んでいってもボールを奪えない選手がいるというようなところで、どうしてもね、前からの守備がはまらずに下がらざるを得ないというような展開が続きました。で、こうなると、アルヒラルは国内リーグ戦で見せている自分たちの形に持ち込んできます。サイドバックを高い位置に上げてきて、サイドでの 2-on-2 ですね、こういったところを用意しながら、インサイドハーフの選手がさらにそこにプラス1として関わってくるというような形です。そこからイガロを中心にペナルティエリアにね、圧力をかけてくるというところで、浦和も試合の開始直後からゴール前でのシーンを作られました。しかもこういった押し込んだ盤面を作った後、ヒラルは
攻撃をして失ったボールをすぐに奪い返すためにプレッシングをかけるというのは国内リーグでやり慣れた戦い方ですね。ボールを奪えなくても相手は蹴るしかないので、それを難なく回収する、そしてまた相手陣地に押し込んで攻撃を仕掛けるというような展開で、アルヒラルが最も得意とする展開での試合というのが開始直後から20分超続きました。これにより浦和は劣勢に立てされましたね。逆によくこの時間を耐えたと思います。このため浦和がねボールを持てる時間というのもほとんどなかったです。ただゴールキックは蹴らずに繋いで始めていたので、その際はねボール保持の局面での攻撃が可能でした。アルヒラルの守備は中盤の選手ですね、こういった選手たちが1列目まで出ていく守備というのを普段はやっています。今回は 4-3-3 でしたけども、普段のリーグ戦ではインサイドハーフですね。この試合で言えば菅野やカリージョが前に出ていくというところですね。その一方でその出ていった裏のスペースの管理に甘さがあるというようなのはレビューやプレビューでお伝えしてきましたし、浦和をねここを実際についてアウェーゴールにつなげました。しかし今回のアルヒラルは 4-3-3 に戻しながらもファーストレグの反省を生かして、浦和のボール保持を横で分断するというような守備を準備してきました。具体的には浦和のビルドアップにおいてボールが横に移動するというところ、それを防ごうとしてきたということですね。普段であればインサイドハーフが前に出ていって、トップとインサイドハーフで相手のセンターバックにプレッシャーをかけるというのがアルヒラルの守備なんですけども、今回はそういった場面が少なくて、インサイドハーフはね最初はステイするような立ち位置が多かったと思います。その分イガロがね1人で浦和のセンターバック2枚を見るような形になるんですけども、ショルツとマリウスを線でつないだところに立って横から追い込んでいくというような追い方が目立ちました。これによって浦和の横のボールの移動っていうのを阻害して、主にねマリウスとかに縦に進ませるというような切り方ですね。岩尾に対してはインサイドハーフの菅野が見ることが多かったんですけど、左にボールがある時の厚木へのマークっていうのは普段であればインサイドハーフが行うんですが、この時はサイドハーフの選手を絞らせて対応するということをやっていて、その分中盤ですね、ここにオタイフとカリージョの2枚を用意しておくというような守備対応をしていました。これが普段通りのアルヒラルであればインサイドハーフがね結構前に行くので、アンカーの選手の脇のところ、ここにスペースが空きやすくなるということにはなるんですけども、ファーストレグで浦和にそこをね徹底的に狙われたので、今回は2枚を用意しておくというような対策だったのかなと思います。これにより浦和は20分過ぎまで効果的な前進もできずに、ボール保持でも主導権を握ることができませんでした。特に前半は風の影響で風下に立っていたということもありますし、アルヒラルの思惑通りに進んでいるという時間帯が長くて、厳しい戦いでしたね。はい、2つ目は浦和が示した適応力ということで、こういった苦戦の状況から徐々に抜け出そうとしていったその過程を追っていこうと思います。前半の全体の傾向としてはアルヒラルの支配が続いていましたが、興梠の決定機が象徴するように何もできないというわけではありませんでした。鍵となったのは浦和の右サイドからの攻撃です。23分30秒のシーンなんですけど、左からね右へと展開したことで初めて浦和がね主導権を握ったような展開でした。横の分断によって引き続きマリウスがね前に進まざるを得ないというような展開ではあったんですけども、オタイフに対しておそらく小泉と関根のローテーションですね、ポジションの入れ替えとかを行ったことでオタイフに対して瞬間的な2対1を作ることができた。それにより小泉がね余裕のあるプレーをすることができました。そうすると敦貴をケアするためにウイングから絞っていたアルハムダン、その裏のスペースはかなり広大だというところで、ファーストレグで裏に使われたアンカー周りを消すためにこういう守備のやり方をしていたんですが、そこを一つ突破すると今度はその弊害として開けている逆のサイドハーフの裏のスペースですね、これができるというところで浦和はねそこへの展開をしました。でここは酒井が一気に駆け上がって、クロスを最終ラインの手前に入れるというような攻撃でしたけども、ファーストレグと違う守備をやってきた相手に対してじゃあ違うところが開くよねというような攻撃を見せられたんじゃないかなと思います。そして29分のボール保持では岩尾がセンターバックの間に降りる配置の変更を実施します。浦和の猫のセンターバックの分断を狙うイガロに対して岩尾が中継地点を作ることでプレッシングを無効化するということができたと思いますね。それにより浦和の最終ラインにおけるボールの横移動ですね、これが復活しました。このことで左からショルツへとボールが展開されると、アルハムダンの裏へと侵入していた酒井に対していわゆるラインを越えるパスですね、これが通って前進に成功します。でこの攻撃の流れからボールを失った後カウンタープレスを仕掛けてスローインを得て興梠の決定機というところまでつながっています。このように最終ラインでボールの移動ができない時は岩尾がね中継地点に降りて横の移動を復活させるというのは今シーズンよくやってきたことですね。
まあ、それに合わせて小泉が降りてくる、まあ、いわゆる 3-2-5 のような形、これへの変化も自然にできており、まあ、監督がね授けた選択肢からピッチ内でも臨機応変に対応して策を選択するという、まあ、今期のチーム作りが現れた時間帯でしたね。横にボールを移動できるようになった浦和はこの後も右サイドの3人ですね、こちらのローテーションをかませて相手のマーク対象を混乱させつつ、アルハムダンの裏を取っていく前進というのが機能し始めました。マルヒラルの守備自体に連動性が乏しいということもあるんですけども、特にねカリージョの守備範囲っていうのはそこまで広くないので、例えば相手の左サイドハーフの裏なり横っていうのを取ったところから厚木がいわゆるパラレラの動きですね、これも今シーズン対応しているものですけども、縦立ての前進経路を作るというようなこともより効果的だったのかなと思いますね。また岩尾がね間に降りるだけではなくって、まあ、秋元や酒井が3枚目として振る舞うような形ですね、まあ、秋元は内側へのドリブルとかも見せていましたけども、まあ、こういった配置の変更から相手のマークをずらしていくというような多彩なパターンっていうのも出せたのかなと思います。まあ、これによって前半アルヒラル優勢ではあったものの、ずっと殴られているとそれだけの展開にはならずに主導権を握れる時間や局面を作れたことは大きかったですし、まあ、風下に置かれたこの前半を 0-0 で折り返したことは大きな意味を持ちました。0-0 でハーフタイムを迎えると、後半スタートからも浦和は引き続きボールを保持する姿勢を見せられたと思います。46分50秒のシーンですね。必ず1点は必要なアルヒラルは、浦和がね、キーパーまで戻したボールに対して積極的に前から追っていきます。ただこれに対してしっかりとね、浦和は繋ぐことで、相手の連動性の乏しさをつくことができたと思います。ショルツにボールが渡ったところですね。これに対して、イガロとアルハムダンは前の方に来ているので、空いているサイドに酒井が侵入していきます。でこれに対してカリージョがね出ていくんですけども、ここにサポートに入れる位置に敦貴がいたことで、まあ、ボールがこぼれてきたということですね。で少し引っかかったところもあったんですけど、コールキーのところでガチャッとなったところから小泉にボールがこぼれました。でここでやはりアルヒラルの弱点が出ていて、前に出ていた選手に対しての連動性があまりないというところと、逆の中盤の選手のプレスバックが遅いというところがあります。これによって小泉が十分にね、落ち着いてプレーできる時間とスペースを確保できたということで、遅れて戻ってきた菅野に対してのフェイントが決まってフリーキックを獲得というシーンになりました。これを徳島で慣れていたという岩尾が風の影響を考慮したフリーキックを蹴ると、マリウスが折り返して、コールキの関与でゴールキーパーのアルマユフに影響を与えると、カリージョのオンゴールを誘いました。後半最初のね、チャンスをものにしたのはとても大きかったですね。その直後、ファーストレグと同じように勢いづいた浦和は、守備でね、前から出ようとしたんですけども、ここをね、カリージョの個人技で外されて、ブロックに侵入されます。これはね初戦同様とはいきませんでしたね。一方でアルヒラルの攻撃の勢いも少し衰えます。その大きな要因の一つとしてはやはり風の影響があると思います。アルヒラルは引き続きオタイフとカリージョがゲームを作りつつサイドを制圧していくというような攻撃でしたけども、大外に振っていくボールですね、こちらが風の影響でつながりにくいというような状況がありました。なので徐々に同じサイドの攻撃も増えてきましたね。54分40秒ではカウンタープレスからね再び奪ったボールっていうのをしっかりと岩尾までつないで逆サイドへと展開ですね、まあ、密集からの脱出の切り替えの攻撃というところで、こちらもね普段の狙いを表現できたと思います。でそこから酒井にボールが出たところで菅野が前に出てくるんですけども、その根元のスペースですね、ここにしっかりと敦貴が入っていってボールを受けるということで、相手の守備の動きを見て出ていったこの矢印の根元のところを取っていくと、まあ、原則的な動きができたところだと思います。まあ、こういったシーンもあって浦和はねボール保持で再び主導権を握っていくというようなことはできました。そんな中、得点が必要なアルヒラルは前線を強化するために選手交代を行います。67分にアルハムダンに変えてストライカーのアルシェフリ、オタイフに変えてナセル・アルドーサリを投入しました。でこれに伴ってカリージョを右サイドに出す 4-4-2 ですね、こちらの方に変更します。しかしこの変更は浦和にとっては追い風となりました。ゲームを作っていたオタイフとカリージョが中盤から消えたというところで、ファーストレグのように浦和の組織構造が維持されるという時間帯が長くなったと思います。浦和は 4-4-2 を維持しつつ、特に危険なカリージョに対しては秋元と関根で必ず2枚で対応するという最大限の警戒で対応しました。結局ね、ゲームを作れない中盤という風になってしまったので、右サイドのカリージョがそのゲームを作りに中盤の方に降りてくるというような展開が多くなったと思いますね。またアルヒラルは 4-4-2 にしたことで守備でねより弱点が露呈しやすくなりました。岩尾に対してボランチの菅野が上がっていくと
というようなダイヤモンド型ですね。こういったはめ込みっていうのがアルヒラルの 4-4-2 の守備のやり方なんですけども、これはね浦和ファーストレグで攻略済みです。78分20秒では西川をね経由しながらボールを横に移動させると、この右サイドのローテーションでミシャイを引っ張ることができれば、この2トップの裏ですね、ここに敦貴が空きやすくなるのでパスを受けることができました。でこうして前を向くとアンカーの選手がいるので、その脇のスペースですね、ここを攻略するために関根や酒井でナセルナルドーサリを引っ張りつつ安井がフリーになるというようなシーンでしたね。まあ、結局中盤にカリージョもしくはクエジャーですね、こういった選手たちがいないと構成力が落ちるし、 4-4-2 の守備に関してはもう第一戦で攻略済みだったというところで、もう裏の方がね強みが出たんじゃないかなという時間帯ですね。まあ、ただアルヒラルもね試合の終了が近づくにつれて前線をねどんどん押し付けていくと、シンプルなんですけどもこれもね脅威ですね。80分過ぎからはセンターバックもね上がっていくようなパワープレイ気味の展開も含めて、ゴール前にどんどん放り込んでいくというような流れが増えたと思います。これに対して浦和は安井のねプレスバックも含めてある意味 5-4-1 気味になってしまうことも許容したような戦い方で、どうにか跳ね返すというような展開でしたね。決め切ることはできませんでしたけども、86分過ぎに安井がシュートを外したところで、僕がね体感した中でも過去一番のウィーアレッツコールが再スタ全体から響き渡りました。試合終了までのプライドオブ浦和は指定席も総立ち、まさに360度再スタ全体で勝たせる空気を作ることができたと思います。それに乗せられてねアディショナルタイムでは安井が相手のちょっとしたコントロールのズレを咎めてマイボールにするとか、細かいところでのあと一歩を出して勝ち切ることができました。ジュアンミレーゴールキーパーコーチ翔平後格段にレベルアップした西川の大活躍も忘れることはできません。スコルジャ新監督はこの決勝から逆算してシーズンを進めてきました。さらに開幕2連敗となった試合の後ですね、そこでの浦和レッズコールや名古屋での西川のちゃんとの復活、そして普段とは違う演出もある中、南ゴール裏をすべて浦和側に配分して両サイドをねまさにゴール裏とすると、指定席でもねトラメ側を持った方たちが一緒に戦おうという雰囲気作りを続けていました。2019年は雰囲気を作れなかった、その反省から二度と同じことはしないと奮闘したサポーターですね。そして2019年当時は柏木と興梠がいないとまともな攻撃ができずに、守備ではね後方を埋めて対人守備で解決をすると、それしかなかったチームが今回ポジショナルプレー的な要素を体現したボール保持で狙い通りに主導権を握る時間を作り、圧倒的な個の力を前に最後まで決壊しなかった 4-4-2 のゾーンディフェンスでアルヒラルに勝利しました。これは2019年末から発足したフットボール本部体制における継続性の成果です。今の監督スタッフや選手、そして天皇杯での出場権獲得から決勝までをつないだ監督や選手ももちろん、立花前社長をはじめとしたフロントですね、そしてフットボール本部、そしてサポーターと文字通り浦和レッズに関わる全員で勝ち取ったアジア王者だったと思います。はい、今回のまとめです。アルヒラルはファーストレグから外国人選手をマレガからカリージョに変更してきました。怪我で離脱したアルファラジに代わってオタイフが入り、左サイドにはねアルハムダンが起用されました。これに伴い戦い慣れた 4-3-3 の布陣でオタイフとカリージョがゲームを作って相手を押し込むという戦いにシフトしました。また風の影響が強くプレイヤーね戦術レベルまで影響したことは前提としてありました。カリージョとオタイフが入ったことにより浦和の 4-4-2 のゾーン守備からボールを奪いに行ってもボールを奪えないというポイントが作られるようになりました。これによってサイドバックも高い位置を取ってサイドで押し込んでいく、さらにそこから失ったボールを回収するというようなアルヒラルが得意な試合展開に前半はなってしまいました。試合開始直後から20分超ですね、浦和は劣勢に立たされたと言っていいと思います。またアルヒラルの 4-3-3 の守備に関しても普段よりインサイドハーフの1列目の参加っていうのが控えめになっていました。その代わりイガロが浦和のセンターバック間のボールの横移動ですね、これを阻害するような追い方をしてきました。また浦和のボランチ2枚に対してインサイドハーフ1枚と逆のサイドハーフに対応させることでファーストレグで浦和が使ったアンカー脇のスペース、ここを消す2ボランチ体制で守備をしてきました。そんな中20分過ぎから浦和はね横の分断はされたものの、相手のボランチに対して小泉と関根で2枚の優位を作ったことで絞っている左サイドハーフの裏に展開するという攻撃が初めてできました。そこから岩尾がねセンターバックの間をつなぐような降りる動きを入れることによって相手の左サイドハーフ裏ですね、ここをついていくという攻撃が機能し始めます。これによってずっと殴られ続けるという展開は避けることができて、興梠の決定機など何もできないというような状況は脱することができました。後半も引き続き浦和はねボールを保持する姿勢を見せられました。ヒラルのやや連動性に乏しいハイプレスというのをしっかりとつないで外したことによって中央でのフリーキックを獲得できました。そのフリーキックから相手のオウンゴールを誘うことができました。その勢いに乗りたいところでしたが、やはりね、前から守備に行こうとしてもカリージョに個人の力で外されてしまうというようなシーンもありました。
一方でアルヒラルが後半にね風下に立ったことで大外を使っていく攻撃というのが風に流される場面も出てきました。得点が必要なアルヒラルは 4-4 に変更しますが、これは浦和にとっては追い風だったと思います。中央からオタエフとカリージョがいなくなったことによってゲームメイクの質が落ちましたし、守備に関しても 4-4-2 の守備ですね、ダイヤモンド型にして前からはめ込んでいく守備はファーストレグで攻略済みでした。ただ最後はアルヒラルも裏の最終ラインに対してどんどん圧力をかけていくというような攻撃が増えてきました。これを跳ね返すというような展開も増えてきましたけども、選手交代を使いながらなんとか持ちこたえられたのかなと思います。また受け止めるだけではなくってカウンターにも出ていくこともできていましたし、最後はサイスター全体の雰囲気の後押しもできて、それによってしっかりとアジア王者をつかめたんじゃないかなと思います。はい、無事にアジア王者を勝ち取ることができました。まあ、クラブやチームもそうなんですけども、サポーターもやれることは全部やるという姿勢で、それがね実を結んだんじゃないかなと思いますし、それがすごい嬉しいことだったのかなと思います。この試合や動画を見ての意見や感想、質問などはぜひコメントしてください。必ず返信いたします。こちらのチャンネルでは浦和レッズの試合のプレビューやレビューを中心に、クラブやチームと目線を合わせて浦和レッズをもっとサポートするためのコンテンツを発信しています。この動画が役に立ったと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。声がかすれててすいませんでした。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。